怖いですね。まあ行ってみましょう。というか、まず私はじゃあどこにいるんだ、これは。説明書を読まなければ。ちょっと待ってくださいね。説明書確認します。はい、キャンプを畳むと画面には迷宮が表示されます。迷宮は暗いので自分のいる位置の一歩先までしか見えません。一つの階は、東西南北とも20マスの正方形をしています。はい、前作と一緒ですね。パーティーは最初は城へ続く階段の南西の隅にいて北を向いています。了解です。地図の一部が書いてありますが、これは見ないでいきましょう。南西の位置、ということはまず、左が壁で一歩進むと扉。はい、後ろはどうなってますか。あ、後ろは壁。ここが降りる階段って書いてあったっけ。今回は登っていくんですかね。なるほどね。こう四角い部屋になってて扉があると。 OK、 じゃあ北に進みましょうかね、まずはね。あ、ここにも扉がある。何、いきなり扉が3つもあるのか。いやらしいな。よし。え、南西にいたんじゃないの。なんでいきなりこっちに行くの。ちょ待って、なんか間違えた、これ。やり直そう。怖い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 、もう。もう一回いきますよ。迷宮に入る。Entering the... こうですよね。南西にいるんだよね。一歩進む。え、なんで。え、おかしいじゃん。あ、しかもここ隠しトイレ、しかも。いきなり、何この難易度の高さ。ちょっと待って待って待って。なんでなんでなんで。南西にいるんじゃないの。ちょっと待って。説明書、説明書。あれ？これ3の説明書じゃん。あれ？じゃあ場所違うってこと？ 2 の、あ、思い出しました。私前にそのウィザードリー1、2、3と5、スーファミのね、セットで全部買ったんですけども、その時ね、2の中に3の説明書が入ってて、3の中にも3の説明書が入ってる。ってことは2の説明書私持ってないんですね。気づかずに普通にやってたな。いきなり困ったな。どこにいるんだこれ。でもだとする、え、ちょっと待ってよ。ちょっとね、説明書らしきものを探したんですけどね、見当たらないんですよ。え、さらに何これ、隠し扉こんなにあるってこと。全部隠し扉じゃんこれ。で、もう1が南西でスタートでしょ。で3が南西でスタートなんで、まあ2も南西でスタートで間違いないという仮定をもとに進めていきたいと思います。なので考えられることとしては、だって仮にさ、これ南東からスタートしてたとしても、ここ入ってこっち行けんのおかしいもんね。だって、あ、いきなりなんだこれ。だからここはループしてると考えるほかないと思うんですが、ちょっと怖いのでやめましょう。違ったら嫌なんでね、やめます。いきなり隠し扉だらけか。ということはこれも南にループしてるっていうことですよね、多分ね。ちょっと難易度高すぎません。おっ、え、なにこれ。もうやだ。もうやなんですけど。ちょっと待ってよ。3456789101234151234520、ここでループしてるんであれば、こういうことだよな。ポンってて、なんかあんだよ、ここに。いやいやいや、いきなり踏むのは怖いでしょ、これ。無理っす、無理っす。すいません。ここの隠し扉に行っちゃいます。うっ、うっ、うっ、何。
何？下になんかある。あ、これあれか。わかった。前作で、私、あれなんですよね。下にずっとステータスを出したまんま冒険してたから、こういう、そうだ、思い出した。これは階段とかじゃなくて、なんかのイベントがありますよ、みたいな、ね。何かしらのイベントがあるよって意味だ。何？そこは浜辺。目の前には暗い湖。そしてその先には小さな島がある。なんだよ、それ。え、だから何？怖いって。何これ。いきなり広いし、部屋。ちょっと待ってよ。前作クリアした人向け的な？暗い、暗い。ここもなんかあんだね。はい。え、何？え、なに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 ？え？出てきたんだ。あ、そこは浜辺。目の前には暗い。何これ？いやー、ちょっと待ってくれ。きっついなー。よし、ここに沿っていこう。一歩。二歩。三歩。四歩目で突き当たり。なんか、えっ、お、お。はぁ？足元は水際。その先に進めば、溺れるが定め。あ、進んじゃった。え？今、押しちゃったよね、多分。大丈夫か。ここ、落とし穴でしょ、きっと。ねえ。え？絶対落とし穴だろ、これ。うわ、何これ。何これ。メッセージのとこ M でしょ。ちょっと待てよ、これ。悪質だよ。めちゃくちゃ悪質じゃないですか。すげえ難しいんですけど。何これ。うわっ、びっくりした。怖い。おぼろげな姿。勝てる気がしません。だってレベル1でしょ、こっち。なんかスライムみたいんじゃないと倒せないだろ、これ。いやー、戦わない方がいいんじゃないかな。一旦だけやってみる？怖い怖い怖い、もう。ごめんなさい。僧侶はディオスが回復で、ポーフィックが自分の AC を上げるだよね。だから、身を守ろう。カティノなんですけど、前回確か僕この手使わなかったよな、なんてこと言ったんですけど、めちゃくちゃ使いますよね。眠らせるんだもんね。これは最重要ですよ。一回あたりなの。え、強い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 。眠った、眠らない、眠らない、眠った。よし。うわ、強い、めっちゃ強い、めっちゃ強い。ああ。いや、ダメでしょ、これ。ダメだよ、これは。うわー。帰ろう。死んじゃったよ、どうしよう。250、なんとかなるな。いきなり死んだよ。やばいやばい、なにこれ。めちゃくちゃ難しい。ちょっと待って、どうしよう。ちょっとパニックってます。焦点でお金集めよう。ね。よしよし、なんとかいく。よしよしよし。いや、作り直した方がいいんじゃないかなって気もするんですけどね、これ。まあでも、ちょっと、まあいいや。はい。やったー。おかえり、ロリン。怖いわー。ちょっと待てよ。順番変えなきゃ、順番って変えられるんだっけ？変えられるか。ロリン、おかえり。最強の戦士。
違う、最強の戦士はレナードかいね。で、体力がないわけだから、どうすんだっけ、調べる、命名、読む、僧侶、読めないじゃん。どうすんだっけ、キャンプか、キャンプだっけ。いやー待ってよ、ここで回復するんだっけか、大変っす。で、調べる、ディオス全然回復しない。これで馬小屋に泊まって回復してくればいいんですよね、確かね。はい、ちょっとお前行ってこい、ネーメさん、馬小屋フリーフリー、はいはい。で、もう一回町外れに行って、迷宮に入る。これ入んなきゃいけなかったっけな。いやー、違う。妹なる。ディオス。よし、回復した。他に傷ついてるやつがいるか？いないな。よし。おっと。もう一度馬小屋に泊まっていただきますと。はい、怖いな。装備セーブしたとか、なんかセーブされちゃってんだよねこれね。やり直して、そう、リセットってことだもんねそれね。いかんいかん。怖いな。急に入ろう、行くぞ。こっち行こう。あの、道があるとこ行こうね。扉に書かれた文字はバラック。何？何バラックって。おー。狭い部屋で、右側に、北側に見て右側に扉。うおー。ちょっと待って、今、覚えてる地図だけ書いちゃう。南に扉。おぼろげな姿。いや、ダメだよ。うわぁ。一階から殺しに来てるな、これ。マジで。うわ。クリアさせる気ないだろう、これ。こっち行こう。うわぁ。やってくれるぜ。ちょっと待ってね、これ帰れなくなっちゃうからレベル上げしよう先に。バラック、なんだよそれ。ここでさ、レベル上げしよっか。レベル3ぐらいまで上げた方がいいと思うんですよね僕ね。これですよね確かね。出ないな。はいはい、島はもういいよ。出ないな。ちょっとこっち行ってみようか。ループしてんだから、ここか。うわぁ。ワンをクリアしたとはいえさ、怖いっすね、やっぱり。はい。ジャイアントスラグ。でかいナメクジだ。こんなやつは楽勝だろ。おう。よし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 。ふぅ。あれでもさ、今、思ったんですけど、さっきネーメが宿に泊まった時に、なんか、経験値に1000必要とか書いてなかった？気のせいですか？怖いよ。2×2 の部屋がある。いかん。どうしよう、レベル上がるのこれ。いて、ここもう敵出ないんだろうな。ん、繋がってた今ここも。あ、そうなんだ、ここも繋がってんだ。隠し部屋多いな。隠し部屋とか隠し扉。
なんかあるね。なんかあるね。はいはいはい。はいはい。こんな最後にしようね。よし、来た。うわぁ、こんなん無理に決まってんじゃん。ふざけんな。ふざけるな。これちょっとクリアできないんじゃないかな。こんなのクリアできないだろう。